鎌田勝美は秋田県出身のラグビー選手。ポジションは6区。177センチメートル、80キログラム。1962年金足農業高校から法政大学へと進学。1964年度に第1回全国大学選手権決勝で早稲田大学を破り優勝。続く第2回日本選手権では八幡製鉄に破れ準優勝。 1965年度に第2回全国大学選手権決勝で、早稲田大に敗れ準優勝。またその後の第20回、全日本学生東西大校でも、東軍で出場。同年度の全日本学生ベスト15に、右ロックで、選出。3月に、第16回朝日招待ラグビーに、全日本学生チームとして全球種と対戦。 1966年近鉄に入社。同年度関西社会人 A リーグ優勝。第19回全国社会人大会決勝で、トヨタ事故を15から3で破り優勝。第4回日本選手権で、早稲田大を27の11で破り優勝。同年度全日本ベスト15に選出される。1967年度関西社会人 A リーグ優勝。 第20回全国社会人大会決勝で、トヨタ事項を6から5で破り優勝。第5回日本選手権で母校である、法政大と対戦し27から14で、法政大を破り優勝。同年度の全日本ベスト15に選出される。1968年度関西社会人 A リーグ優勝。第21回全国社会人大会準決勝で、 ヤワタ製鉄に9の18で破れ、ベスト4。1969年度関西社会人 A リーグ、第4位。第22回全国社会人大会決勝で、トヨタ事故を17から8で破り優勝。同年度の全日本ベスト15、全関西ベスト15に選出される。1969年度シーズンを最後に、現役引退。その後、母校である、 金足農校の指導を行ったこともある。1966年5月、天理で行われた日本選手強化合宿に招集される。1967年3月12日、花園で行われたニュージーランド大学選抜戦で日本代表初キャップとなる。1968年5月の日本代表のニュージーランド合衆遠征に参加。1970年1月、 タイバン国で行われた第2回アジア選手権に参加。日本代表は優勝。1970年3月、ニュージーランド大学選抜及び全カナダが来日して、行われた三国対抗戦に出場。またこの際に親善試合として行われた全法制。大対ニュージーランド大学選抜戦にも法制大 B として出場。総キャップ数は5。ありがとうございます。